ロロメーロロメーは、アメリカ合衆国の心理学者。臨床心理学者であり、アメリカにおける、実存心理学の開拓者である。カール・ロジャーズ、エイブラハム・マズローラと共に、人間性心理学を代表する一人とみなされている。オハイオ州エーダに生まれる。両親の離婚、姉妹の精神障害といった困難を抱え、 多難な成長期を過ごす。ミシガン州立大学を経て1930年、オベリン大学を卒業。ギリシアで教職に就く。ギリシアのアメリカンカレッジで英語を教える傍ら、アルフレッド・アドラーのセミナーに参加するためしばしば、ウィーンまで出かけた。1938年、帰国してユニオン神学校に入学。神学校で教鞭をとっていたパウル・ティリヒと出会い。 ディリッヒの死に至るまで深い信仰を結ぶ。その後、心理学を学ぶため、回収派協会の牧師職を、自治コロンビア大学に入る。博士号と最初の著作の準備をしていた1940年代中頃、結核のため1年半療養所のベッドで過ごす。その環境で、不安に関する、キルケゴール、ジークムント・フロイトの本を熱心に研究したことが発。 著作、不安の意味の礎となる。1949年コロンビア大学、教育大学院で不安に関する論文により、臨床心理学の博士号を取得した、ハリー・スタック・サリバン。その後、エイリヒ・フロムラが設立した、ウィリアム・アランソン・ホワイト精神分析研究所の、書院となり、臨床に携わりながら、著作活動を始めた。1971年、 サンフランシスコの人間性心理学研究所、カール・ロジャース、マズローラと共に創設。実存分析派の親として、臨床での活動の傍ら、ハーバード大学、イエール大学、ニューヨーク大学などで教弁を取った。1994年、2年間の療養の後、カリフォルニア州ティブロンの自宅で、鬱血精神不全のため85歳で死去した。 アメリカでは、愛と、意志、想像への勇気が、最もよく知られている。日本でもほとんどの著作が翻訳されており、ロロメイ著作集、全六巻が、サネノブ書房から刊行されている。不安の人間が区分け、小野安弘サネノブ書房を失われし、自我を求めて、分け、小野安弘サネノブ書房を失われし、自己を求めて解約版役、小野安弘。 尾の和也やさねのぶ実存、心理学と、精神医学の新しい視点分け、伊藤博士、浅野光、吉谷健治岩崎学術出版社、実存心理入門ロロメ編、佐藤浩治役編、さねのぶカウンセリングの技術分け、黒川明遠岩崎学術出版社、ロロメの新、カウンセリングの技術改訂版、分け、 黒川明と、愛と意志分け、小野康弘佐根伸処房。我が内なる暴力分け、小野康弘佐根伸処房。創造への勇気分け、小野康弘佐根伸処房。自由と運命分け、伊藤博士、伊藤淳子佐根伸処房。存在の発見分け、伊藤博士、伊藤淳子佐根伸処房。美は世界を救う分け、伊藤博士佐根伸処房。自分探しの神話分け。 鈴木明、読売新聞社。ありがとうございます。